皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。というわけで今回から年を組むの接待をする前に幻想対戦やりましょうか。使用するコアページは詐欺事務所の3人ね。ムッチミの女王の特徴としてはパッシブスキル老変によるヒステリックゲージね。変身するとヤバいんだよな。確か昔は変身した状態で勝ってたっけ。勝ってなかったような気がする。あとは特定の秘書の耐性が弱くなって狙われるようになる。女王の名のもとに一定間隔で広域攻撃をしてくるアルカナスレイブね。よしよし、ヒステリックゲージはそんなに溜まってないね。こっちがマッチに勝ちすぎたり、マークがついてる秘書が女王を攻撃しちゃうと溜まるからね。マークついてるとダメージ受けやすいから、基本的にマッチに負けてヒステリックゲージを強制したいところだね。スレイブのターンね。ヒステリックゲージは半分ぐらいか。悪者のマークの秘書が攻撃したこともあってあんまり背景は変わってないわね。急に怪しい雰囲気になってきたな。ヒステリックゲージはなくなったけども、それ以上にどうするのこの状況。なんとかマッチを受けて耐えるしかないな。あ、オスカーのパッシブスキルか。一回は耐えれるからね、ありがたい限り。2回目のアルカナスレイブ。ここを全員耐え切れれば勝利に近づくんだがな。一人倒されたわね。まあさりげなくツイートを持ってるからセーフ。一人死ぬ前提かい。なんなら保守たちは孤独なスクサー持ってるぞ。死んだけど真っ先に死んじゃったわね。あっぶね。これはどうしようかな。マッチを受けて耐えれればなんとかなりそうだけど、このまま一気に体力を31削りに行っても良さそう。悩ましいね。ギリギリね。この幕で勝負が決まりそうだな。誰が攻撃を先に当てれるかの勝負ね。よし、勝利だね。ムッチミの女王、制圧完了ね。あれでもない、これでもない。手伝おうか。一人でもできるから。パッと見ただけでも難しそうだな。全部読んだのか。大体は。量子物理学、細胞生物学。本の上に難しい言葉をたくさん書いておいたんだな。ここの本はタイトルだけじゃ正確に見分けられないから。しかも正常な本を得るのも難しいし。そういえば図書館に転がってる本には完璧に仕上がってる文章がほとんどなかったよな。読む人によって本の完成度が決まるのよ。最初から不完全な本もあるけど。読むと消える本と消えない本の違いもその完全性と関係あるのか。正確にはわからないけど、本は完全に読まれたのと読まれなかったのと2つに分けられているみたいね。完璧に読まれて本としての機能を終えた本は消えるというわけ。俺それに似たやつ知ってるんだけど、
光は観測方法によって粒子でも波動でもあるっていうやつ。観測の有無によって形質を変えるみたいな感じか。私も知らないわ。ちゃんと分かってもないのにちょっと知ってるからって知ったような口を叩かないで。どうせこれも得意点みたいにデタラメな感じで作用するんでしょうね。ただそんな感じなのかって思うだけよ。すごい堂々と知らないって言うんだな。知らないものは知らないの。それでもここに来る本はちゃんと読んで管理してるわ。同じ本でも読むたびに内容が変わるから、一冊の本の内容を全て熟知するのは結構反復的な作業なのよ。それにいつまで経っても内容がわからないのはイライラするから。読むたびに内容変わるのか。だから同じ本が何冊も必要なのか。よくはわからないけど、あんたが言ってた光の特徴嫌じゃないわ。見つめてるだけで変われるというのはちょっとロマンチックだから。絵の具も私がそばにいてあげただけで意味があったのかしら。絵の具？昔ティファレとは二人だったの。あなたとマルクトが言ってた二番目の人生のことよ。私たち二人は二番目の人生でも一緒だったわ。おお、恋人だったのか。そんなべったりくっついてたとか。絵の具は最初も二番目も私のそばを離れていったの。二回も振られるだなんて残念だな。それでも元気出せよ。みんな別れた後も元気でやってたから。エノクは死んだの。そしてエノクはそんな軽々しい言葉で表現できるほどの存在じゃなかったわ。ああ、本当にごめん。俺が浅はかすぎた。大丈夫。それでも二番目の人生でエノクを送った時、エノクは意味を見出せるって信じたの。私たちの人生に意味があるって。誰もが簡単に死んでいくけど、きっと何の意味もなく死んだわけじゃないって信じていたわ。難しい話だな。その意味は見つけたのか。多分。そして私が与えられた意味は、光を完全にして正しく使えるようにすることよ。みんな前から光って言ってるけど、一体それは何なんだ。ロボトミーの得意点については聞いたわね。ああ、まあ大体は。心を物理的に具現化させる技術って聞いたよ。ええ。物理的に発現した心がまた不定形の状態になって人間に侵食することもあるのよ。まあそうなるかもしれないな。ロボトミー社は都市の人たちの病んだ心を治療するために光を集めたわ。もちろん表向きではエネルギー会社という名目で。翼になるくらいのエネルギーはどう集めたんだ。人間から抽出したのか。得意点の副作用で幻想体という怪物が生じたのよ。幻想体という存在を管理すると同時に、幻想体はエネルギーを吹き出したの。エンケファリンがまさにそれよ。はあ？エンケファリン電池は怪物から生まれたのか。くそ、エンケファリンライターで何回かタバコも吸ったのに。厳密に言うと人間よ。人間が幻想体になったから。人間の心から出てきた怪物ってことか。その怪物を管理する過程で職員たちが全員死んでいったのは火を見るよりも明らかだろうな。ええ、そうやってロボトミーではアンジェラが言ってた舞台が繰り広げられたの。都市らしいな。人間を治療するために人間を次々と殺していった会社。まあ大体の翼にある階段の決まり文句だ。私は他の翼についてはよくわからないけど、やっぱりそうなのね。そうだと思う。その繰り返しを断ち切りたかったの、私たちは。その繰り返しを断ち切らせてくれるのがまさに光ってものなんだな。強制的に人々を洗脳しようとした風にも見えるけど。そんな単純な話じゃないわ。それはまあ考え方次第だよ。私も大まかなことしか知らないわ。だから私も見たいの。本当にこんなことを繰り返しているのか。アンジェラと同じで、この世界について知ってることはほとんどないのよ。お任せくださいませ。これからティファレト城のために適当な本を持ってまいりますから。はっ、そんな言葉じゃなくて行動で示してよね。さて
魔法少女の幻想体ページを入手できたわね。無難に強いから助かるね。自然科学の会はちょっとやってみたいことがあるから、いつかできたらいいな。そのまま絶望の騎士とも戦っていきましょうか。ニッチミの女王よりもギミック要素が多めね。まずは涙がついた剣を倒すところからだな。速度ダイスが2個ある剣のことね。幻想体ページね。ま、無難なのは間よな。体力とか混乱抵抗値が回復できるし、ダメージを与えるなら正義化増王になるわね。継続戦闘能力高めていきましょう。なんか思ってるよりマッチに勝てないな。これ普通に負けるんじゃ、やばいかもしれないっと。とりあえず涙持ちの剣の体力は1にできたけど、とりあえずここは順調に突破しないとね。剣に対して全部マッチ勝てれば絶望の騎士にダメージが入るわね。でも受けぐれてない。これ2回目ですね。要するにここでうまく剣に対処できれば勝てるってことね。この2つのダイスが意外と難しい。さて、ここで全部マッチに勝てれば勝ち確定なんだが、勝てない。さて、ラストチャンス。よし、生かしたよかった。これで勝ちだな。さて、これで倒して勝利ね。絶望の騎士は詐欺事務所のページがあれば案外いけたね。貫くに防御ダイスがなければもっと楽だったんだが、2から7の防御ダイスがあるからマッチに勝てないのよね。それでも剣が使ってくる一つのダイスに対しては強いんだけどな。よし、これで絶望の騎士も制圧完了と。絶対でも活躍できそうになってきたわね。というわけで絶望の騎士、制圧完了です。タラタラ動いてるんじゃないわよ。そうせかすなよ。こう見えて一生懸命に動いてるんだよ。それが一生懸命だって言うならカタツムリも。まあまあ、全部運んだよ。ほんとせっかちだよな。私がやれることは早く片付けたいだけよ。そんな自信満々なら、都市の科学についての情報習得はちょっとぐらい進んだのか。知らないわ。物理法則があると言っても得意点が全部めちゃくちゃにするのに役に立つっていうの。そもそも私たち死者も生命体と定義できるかすらわからないのに。確かに得意点は都市を理解するにあたっての大きな不確定要素だよな。ところで死者の定義が難しいって。そこは俺も正直気になるからさ。死者って何だと思う？人間じゃないけど人間と同じ存在。全ての司書は図書館の中にしか存在できないの。指定司書と司書補はロボトミーで働いていたセフィラと職員が元になっている存在よ。そういえば似たようなことを聞いたな。昔のロボトミー社の職員たちが再び肉体を与えられて働けるようになったのよ。アンジェラは確かに約束を守ったわ。でもセフィラと職員だけが復活したわけじゃないの。幻想体も一緒に復活したのよ。ロボトミーのほとんどの施設が崩れ、光と戦闘でエネルギーを消耗してしまったせいで物理的な肉体を保てずにいるけど、司書たちは肉体を復元したけど精神的には不安定で、だから司書たちは幻想体を背負ってゲストと戦うのよ。それは私たちも同じ。そういうことだったのか。それでも幻想体ってのから力を借りるって感じだったし、力に飲まれるって感じじゃなかったな。ふと一線を越えそうな時があったけど。その線を越えればねじれという現象になるの。
アンジェラはその線を越えないように調節してるのよ。なんだか舞台の上で踊ってるみたいだな。その通りよ。今度は私たちが舞台の上にいるみたい。アンジェラなりの復讐なのか。そうかも。でも俺はどうして巻き込まれないといけないんだ。ゲストを応対する過程で私と司書補が残忍に殺されたとしても、図書館が閉館すれば再び形が整えられて夢から覚めるの。でもゲストを応対するときはいつも苦痛と死に対して恐れを抱くのよ。どうしてかわかる？忘れるからな。ええ、司書たちはゲストを応対するときに死んでも再び目覚められるということを忘れるの。ゲストと同じく張り詰めた気持ちで相手しないといけないということよ。毎回死への恐怖と苦痛を覚悟してゲストと向き合うの。どう？図書館の正体がこれでもずるいって思う？まあ十分公平だな。それでも俺たちは生き返るじゃんか。結果的には死ぬ瞬間には知らないってことはさておき。だから全然ずるくないとは言えないんだよな。閉館して俺たちは苦痛を忘れるけど、痛みを感じたという事実は存在するじゃないか。この舞台の上で踊らせるアンジェラのことを恨めしく思ったりはしないのか？もっと苦しめられるならとっくにやってたでしょうね。アンジェラはそれなりに気を使ってくれてるみたい。昔のロボトミーじゃ職員は文字通り消耗品だったの。他の企業と同じように。だけど少なくともここでは師匠を捨てようとはしてないわ。誰も捨てられないの。捨てられないか。まあ何とかしていい方向に考えようとするのがティファレトのいいところだよな。ふっ、これを年の功って言うのよ。俺はたまに図書館で目を閉じて目覚めるときに二度と目覚めたくないって思うんだ。いや、ここだけじゃなかったよな。外でもずっとそうだったんだ。眠りから目覚めなければって思ってたんだ。どうして？きしむ体を起こして何の期待もない一日をまた始めないといけないから。期待がないの？そうそう、何かに対する期待なんてとっくに捨てたんだよな。俺自身やこの回る世界はいつか没落するはずだ。君たちが言ってたその心の病をひどく患ってるのかもしれないな。私はみんながもう少し良くなるってことを信じてるわ。ま、信じるのは自由だし。じゃあ舞台の上で踊る準備でもしに行くか。というわけで絶望の騎士、カゴのせいで絶望が来ない印象しかない。というわけで掃除屋の接待、マジで時間かかるこいつら。ま、手に入るパッシブスキルは優秀なんだけどね。集めれるだけ集めたいから周回することになるのは確定だな。というわけであれから12分経ちました。投げよ。感情レベル上げようとしたら普通に1回負けたしな。道理で回が変わってるわけだ。さて、次の接待相手は視聴会。視聴会は友人のページが欲しいね。と言っても天魔のバレンティンのページはもらうけど。視聴会といえばやっぱり死の教会よね。確率で50以上のダイス値になるページだね。失敗するとかなり弱いけど、一つのダイスで50出るのはこれだけじゃないか。50出すぎや。ボコボコにされたわね。ま、気を取り直していきます。ねえ、掃除屋のコアページの奴らも死の境界で死んでるし、この状況で勝てるか怪しくなってくることあるんだ。ま、さすがに友人倒せたしね。天魔もバレンティンも感情レベルが5になったし、これで倒して終わりかな。視聴会絶対完了ね。ここまで苦戦するとは。圧倒的なゲストだったわね。きっといろいろと違うでしょうけど、
私の知り合いのフィクサーと似た印象だったわね。知り合いのフィクサーがいるのか。カーリーって知ってるかしら。カーリー、赤い霧って呼ばれてたと思うのだけど。当たり前だろ、特色の中でも一番異質なやつだったよ。どうやって知り合ったんだ。いいとこばっか持ってて、いつの間にか消えたのに。昔の職場の同僚だったとだけ言っとくが、赤い霧は強かった。本当に文字通り強いとしか言いようがないくらいにな。しかも自分のためじゃなくて誰かのための依頼しか受けなかったからな。あんなに強ければああやってもいいのかって思ったくらいだ。言語の会担当、名前がゲブラーだ。タバコの匂い。熱悪はグイグイやってて、お前はスパスパやってるんだな。心置きなくタバコを吸える。この体の時に存分に吸っとかないと。お前はアンジェラを手伝ってるローランだな。ああ、さっき目覚めたばかりだろうに、よく知ってるな。眠った感じはしないんだよな。夢でも見てるような感じで。今までの図書館での出来事を見たから、ぐっすり寝れた感じでもないというか。状況は大体把握してるってことか。お前フィクサーだって。ああ、救急フィクサーだけど。嘘つけ、何のつもりだ。アンジェラは素直に騙されたんだろうけど、私は騙せないからな。何言ってるんだ。俺たち知り合いだっけ。私も最初の人生でそれなりにフィクサー家業をやっててな。ざっと見れば格付けがわかるんだ。お前は少なくともお粗末な救急フィクサーじゃない。事故でも起こして降格されたのか。外でいろいろと事情があってさ。救急フィクサーってのは嘘じゃないんだ。どういうつもりかは知らんが、私がいる以上下手なことはやらかさない方がいいと思うぞ。ああ、大層ご立派な心意気で、最初から変なことやるつもりもなかったんだが。大事故にあった身なんだし、目をつけとかないとな。口先ばかりの大嘘つきかもしれないし、話はこれくらいにしておこうか。お前が私に本を渡してくれるんなら、言語に関してまとめておくから。おい、そんな口叩いてるってことは、さぞかしお偉かったんだろうな。何級だったんだよ。赤い霧。赤い霧だと。そんな嘘だろ。できる限り使わないつもりだけど、多分めっちゃ使う回が解放されましたね。というわけで視聴回も3人で赤ずきんの傭兵やっていきますか。もう終わりそうなんですが、挑戦時間と動画になる時間は反比例するからね。挑戦時間が長かったんだね。だいたい1時間ぐらい挑戦してました。ちなみにこれ出血で死んだらどうなるの。赤ずきんの傭兵が倒せてない判定だと赤ずきんが切れるけど、セーフ。似たようなのをフンドの注射でやらないといけないのか。先が思いやられるわね。あふん、いらっしゃいますか。本を何冊か持ってまいりました。適当に置いとけ。順番に見ていくから。赤い霧様、この前は私めが無知なゆえ大変失礼申し上げました。そうごまをするな。どうせここじゃお前も私も同じ立場だ。ところで本当に赤い霧なのか。その名声だけは飽きるほど聞いてきたよ。活動区域が全く違うせいで見たことがないんだ。信じるも信じないも好きにしろ。赤い霧かどうかなんてただの殻に過ぎないから。いや、まあ信じられないってわけじゃなくて、赤い霧と一緒にいるって実感が湧かなくて。私は最初の人生で仲間を守って死んだ。外郭の研究室で。あ、そして再び目覚めて、昔の記憶があやふやなままロボトミーで働いたわけだ。お前はどこで活動してたんだ。俺は都市の東部。私は西部だった。それなら会うような用もないか。赤い霧の伝説で気になることが一つあるのですが、質問よろしいでしょうか。なんだ。単身で人差し指の代行者5人を片付けたって話でございます。
人差し指、久々に聞くな。裏路地の汚らわしい通りな、クソみたいな記憶。正確には人差し指の代行者5人と伝令3人を仕留めたことがあるな。さすがです。確認のために伝令の話はしなかったのに正確だな。外は10年経ったって言ったか。都市と裏路地は相変わらずだろ。金のない奴ら同士殺し合い奪い合い、いつどうやって殺されるかもわからないまま生きていくって話のことか。くそ、相変わらずだな。当たり前だ。10年前も今も方法は変わったにしろ本質は同じだ。私はそれを変えたくて、あんなクソみたいなことやってきたのに何も変わってないとか、呆れを通り越して笑うしかないな。それでも裏路地ごとにハムハムパンパンってサンドイッチのチェーン店ができたんだけど、これが本当に生活の質を上げてくれてるんだ。お前が誘拐されて食えなかったスペシャルサンドイッチを売ってるって店か。そうだ、今でも心残りなんだよ。マシになったことがあるって分かっただけでも、ま、よかったか。私は裏路地が嫌いだ。そこで生まれて何とかして生き残ってきた私から言わせてもらうと、毎日が地獄のようだった。何区の出身だったんだ。23区。おっしゃる通りでございます。昔のことを思い出すと気分が悪くなるな。寝たくに酒でも借りに行くか。持ってきた本は勝手に整理しておくから出て行け。そうだな、今は話せるような状況じゃないみたいだな。ああ、この本はありがとう。俺の仕事だし。まあ、それともう一つだけ。今度はなんだ。ネザクに酒を借りに行くってやつ、俺も混ざってもいいか。好きにしろ。さて、言語の回の完成度が上昇ね。ま、幻想体ページは優秀ではある。 EGO ページは本当にいらないが。さて、次はサーカスが相手。こっちは友人に押すか、あとは掃除やね。無難に強いコアページ用意しました。幻想体ページはどうする。愛かな、正義は次来たら使いますかね。幻想体ページボコボコにされてるから結構赤いわね。ちょっと体勢上げておくか。さて、こちらは二人混乱。もしかしなくてもまずいか。もうちょっと早めに行きたい敵を倒しておけば楽になれたかもしれないわね。
せ、ゾウとライオンが混乱状態に。しな。よし、騎士は撃破。こいつら本にならないのよね。何かしらの本ぐらい手に入ってくれてもいいのにな。ち、やっぱり出ないか。もう瀕死なんですけど。速度ダイス5で狙われてるし、失血持ってるしで、これはもうどうしようもないな。さて、取り巻きも全部倒せたことだし、とっととノアを倒して勝負を終わらせに行きますか。これで相手の耐性情報が変わったわね。一番左のダイスが壊れて、ダメージ耐性が脆弱に。あとは普通に倒すだけね。投げよ、あと一人になってからどんだけかかってんだ時間。体力多いんだもん。途中しびれを切らした秘書がボッコボコに殴り始めてたし。さすがに時間かかりすぎて申し訳ないと思った。さて、年は組む最強の人形たちです。ちなみに3部隊目ね、割とこっちボロボロだけど。強いんだよな、素早い人形でも強いってのに、そこに重い人形が入ってくる。あと普通に抑圧された肉体とかいう化け物ページやめてほしい。
祭壇でマッチに負けるのか。思い切った判断でマッチに負けるのは想定外だったな。いやー、先にこっちがやられるか。普通にマッチしても相手の攻撃ダイスの値が大きいのが厳しいのよね。いやー、混乱させれなかったか。混乱させることができればなんとかなりそうではあったんだけどね。ま、仕方ないできる限り削るとするか、芸術の会に接待の準備しておいてもらうか。
さて、それじゃ残党狩りよろしく。こっちも感情レベル高めね。2部隊目の接待を任せてたからね。一応人形は強いけど、3つの階で接待できるから案外なんとかなるのが救い。今回は2つの階で接待ができたわね。はい、本当は1回だけで接待したかったけどな。人形、接待完了ね。社会の会か。担当師匠はケセド。ふんふん。これはコーヒーの匂いか。こんにちは、ローラン。とりあえず、ここに腰掛けてコーヒーでも飲んでて。お、こんにちは、ケセド。こんな優しく接してくれるだなんて、ありがたいな。師匠同士、頑張らないとダメだろう。どれ、久々にちょっと飲んでみるか。これコーヒーか。傷んだわけじゃないんだよな。そんなわけないよ。確かに質のいいケニア BB コーヒーのはずだけど、まだ図書館での物質具現化能力が完全じゃないのか。一回飲んでみろよ。じゃあちょっと失礼。全然問題ない。かぐわしいコーヒーだけど。こんなに苦いのに、これがコーヒーだって。もともとちょっと酸味の強いコーヒーではあるんだけどね。はあ、本来コーヒーってのはそれなりに苦くて、適当に砂糖入れて甘く飲むもんじゃないのか。もしかしてローランは裏路地出身かい。まあまあそんな感じだ。やっぱり昔カーリーにコーヒー入れてあげた時と同じ反応だ。カーリーって誰だよ。ゲブラーだよ。赤い霧。赤い霧が俺と同じ表情になったって思うと笑えるな。ああ、その時の顔は本当見てて面白かったよ。最初の人生の話だよな。うん。俺たちが外郭の研究室で働いてた時、結構いい雰囲気だったみたいだな。よかったよ。しばらくはね、都市のどんな華やかな場所よりも外郭のあのみすぼらしい研究室が俺にとっては居心地が良かったんだ。そうしたら悲劇が急に襲いかかってきたってわけか。急というわけじゃなかったかな。じわじわと蝕まれていったんだ。理解できないわけじゃないよ。俺が経験したこともきっと急に襲いかかってきたわけじゃないみたいだからな。知らない間にもう蝕まれてたんだろうな。最初からしくじってたから。俺は最初から間違ってたなんて言ってないんだけどな。俺の場合がそうだったって話だ。とにかくコーヒーはうまいとは言えないけど、ありがとう。これからよろしく。うん、時間はまだあるし、ゆっくり話していこうか。あとカーリーもコーヒーをよく飲むようになったし、ローランもすぐ飲めるようになると思うよ。そうなれたらいいな。さて、社会科学の会が解放されたところで今回はここまで。今回は横一列接待して終わる感じね。さすがに年悪夢からは接待数が多いからね。何回かに分けて実況していこうと思うよ。というわけで今回はこの辺で。また別の動画で会いましょう。バイバイ。